どこに行けばいいのかもわからないなんて。シオン、ありがとう。そろそろ決めなきゃね。私の力はもうすぐ満たされようとしてる。器に入った水がこぼれるみたいに。今私の記憶はロクサスからもらったものでいっぱいになってる。ロクサスに今の私はどういう風に見える？もし違う男の子の顔になってるなら、それは私がもうすぐ人形として完成しようとしてるってこと。ロクサス、これが空だよ。私はこれからロクサス自身も取り込まなきゃいけないの。それが私の生まれた意味。君は誰？すごく大事なことのはずなのに思い出せない。それでいいんだよ、ロクサス。俺が君を傷つけたのか？ううん、
私が勝手に消えようとしてるの。ゼムナスの思い通りになんか絶対になりたくなかったから、私は空のところに自分が帰るべき場所に帰るだけ。けど一つだけお願いがあるの。私が捕らえた心を、キングダムハーツを解放して。キングダムハーツを解放？もう私にはできそうにないから、キングダムハーツをゼムナスの思い通りには。さよならロクサス、また会おうね。私ロクサスに。ううん、ロクサスとアクセルに会えてよかった。二人は親友だもの。それだけは忘れないで。ダメだ、シオン、また三人でアイスを食べよう。どうして俺は誰だ。誰でもいい。お前に用がある。なぜ邪魔をする。お前が空の記憶に連なるものだからだ。空、また空か。
これからどうするつもりだ。キングダムハーツを解放する。そして全てを元に戻す。そうすればあいつもまた三人でいられるんだ。シオンか。もはやその名しか思い出すことはできないが、今お前に無謀なことをさせるわけにはいかない。キングダムハーツを解放して空のところへ行く。そうすればシオンが全てが元に戻る。無策にキングダムハーツに触れてもお前の考えているようにはならない。機関に消されるだけだ。黙れ。なぜだ、なぜお前がキーブレードを知るか。悪あがきよ。どうしたソラ、もう終わりか。だらしないな。え、なんだよ、負けてるのはそっちのくせに。やっぱりあいつのノーバディか。ディーズを信じるしかないな。あいつがどうしたってんだ。俺は俺だ、俺なんだ。リク、お願い、ロクサスを止めて。何度やってもお前の負けだ。だろうな、あれをやるしかないらしい。何？俺の心に宿る力、心の力で抑えた力、たとえ俺が俺でなくなっても。闇の力だ。彼は空を感じていた。空が憎いとでも言ったのかね。ざれ言だな。ノーバディに感情など存在しない。空に会えたら変わっていたかもしれない。ロクサス、悲しまないで。私は君と空から生まれた。私は君であり、空なの。
私の記憶は消えるんじゃなくて、君の記憶と一緒になって空に帰るんだよ。またあいつの夢だ。海、まだみんなで行ってなかったよな。俺の夏休みはあと7日間で終わる。染まる前